ライダーの耳をハックする1000マイルバイクレディオでございます。いつもご視聴ありがとうございます。ローディー・アオルでございます。もうね、先週とね同じ洋服で大変申し訳ございません。ファッションを歌ってるラジオなのに。しかもね、また鎌田さん登場でございます。で、真ん中はね、4回目の配信だったかな、出てくださった深井さんです。よろしくお願いします。お願いします。このメンバーが浜寺でございます。まあ、ね、概要欄に URL 貼っとくんで、暇な人は見てほしいんですけど、ですね、お二人、今回のテーマなんですけど、はい、なんでライダーはバイク用品店に行って服を買わないのか問題に関してお話ししたいなと思うんですけど、まあ、深井さんはね、バイクに乗らないです。でもまあファッション業界の方です。鎌田さんは今バイク降りてますと。降りてます。でも先週の配信ラジオ聞いてほしいんですけど、もう見た目重視、モテるためにバイクを乗ってた方、まあこれからまたね何年後かにリターンする予定ではいると思うんですけど、でローリーアオロはファッションを歌ってバイク業界に参入して今でも現役で乗っておりますと、うん、いうような、三者三様の視点で話すんですけど、共通項としては3人ともファッション業界にいますと。そういうことですよね。そういうことですね、はい、あれいましたっけ、ファッション業界。ギリ片足は突っ込んでますよ。ああ、確かにそうですね。まあ、EC サイトはボロボロだけど、そうでね、早速ねお話始めていきたいんですけど、今ねうちのね BMC って EC でも売ってるし、はい、バイク用っすよ、バイク用品店さんで卸してるじゃないですか、売ってもらってるじゃないですか、二輪館とかバイクワールドとか、ライコランドとかっていう風に売ってもらってるんですけど、あそこでライダーが来るお店じゃないですか、うん、でもねやっぱ僕はバイクの免許取って着たいものがバイク用品店になくて、うん、作り始めたんですよ、うんうん、うーわマジでこんなん着て乗ってんのみたいな、ダッサーみたいな。ダサいっすよ。ダサいっしょ、はい、シルエットとか色使いとか、全部ロゴですやんみたいな。ヘルメットも照英洗い、ウェアパイチって入ってますやんみたいな。バイクは川崎って入ってますやんみたいな。もうロゴオンでしょ。僕たちファッションからすると、そのプラスのコーディネート、ごちゃごちゃの色も含めて、うんうんうん、でファッションではもうご法度じゃないですか、今ダサいの極みじゃないですか、うん、それと引き算をしていくことがファッションとして、そのシルエットも色使いもロゴもそれがおしゃれじゃないですか、まあ、少なくとも僕たちもう40代なんで、まあ、そういう風なファッションも通ってきてて、若い子はちょっと違うかもわかんないです、うん、でも、まあ、そういう状況の中でそもそもおしゃれなライダーはバイク用品店行ってんのかと。うん。どう思います？鎌田さん。バイク用品店は行くんですけども、うん、結局そこでファッションは見ない。見ない。で、まあよくよく考えると、うん、バイク用品店のファッションの提案も下手くそっていうのもあるかもわかんないですよね。はあ、今ね。はっきり言えない。立場的に。でも分かる。すげえ分かる、それ。だからなんか、売ってるのは知ってるけど、うん、なんか別に興味がそそられない。あだからもう、まあ、これはね、正直そんな細かく見てないから僕もあれですけど、うん、見ようとしないっていうのが、ね、なるほどね。もう基本的にダサいと思ってるんで。ああ、そうですね。一番初めはダサいですよね。ダサいですね。だから、バイク用品店に行ってパーツとかいろんなアイテムは見るけど、洋服はあるのは知ってるけどあえて見ないと。あえて見ない。でどこで洋服買ってるの？当時は別にもう本当普段でも着れるような服で乗ってたので、うん、まあ好きなブランド、うん、まあ当時古着とかも結構着てたんで、はい、あとあれですね、冬はレザーダウン、はい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 、がないともう寒くて死にそうだったんで、はいはい、は、上のアメ横行って買いましたね。だから、軍物か何か着てましたね。ああ、だから、要は、バイク専用のものじゃないってことですもんね。そうですね。そういうことですよね。ああ、わかると思う。多分、おしゃれなライダーの方見られたら、わかるわかるって言うと思いますよ。
そこら辺は深井さんはファッション視点から見て、前回もねちょっと話してもらいましたけど、うん、おしゃれなライダー行ってると思います？バイク用品店に、うん、昔僕もそのバイクの案件で、うん、ウェブの案件だったんですけど、ウェブの案件、はい、バイク屋さんに行ったことはありまして、まあ、服ちらっと見たんですけど、ほうほうほう、まあ、確かにその買えそうなものあんまりないなっていう感じはあるんですよ、うん、まあ、もちろんそのなんでしょうね、あんまりこの、ファッション業界のトレンドやるじゃないですか、うん、今この服着てたらちょっとダサいよなっていうようなアイテムが割と多いんですよ、で割に高いんですよね、うん、そう、なんで、ね、高い、まあ、結局ね、カオスが言われた通り企画力の問題は結構あるなと思っていて、うん、なんで、おしゃれな人ほど、うん、やっぱり今の空気に敏感じゃないですか、うんうんうん、でそれで、うん、まず触手が動かないっていうのは大いにあるんじゃないかなと思うんで、なるほどね、まあ、難しいですよね、あー、だからダサい高いトレンドじゃない、あ、まあライダーは悪く言わないでくださいまあ十数年前まあなんかねバイカーパンツみたいなちょっと流行った時期があったんですよね、流行ったね、流行っただって、Gスターが流行ったのもモトクロスパンツですからね、そのデニムで作って Gスターはヨーロッパ一世風靡してこっちに来たんで、はい、うん、そうそう、モードの世界でもバルマンっていうブランドが、うん、まあ、バイカーパンツを作って本当に十数年前ですね、うん、ザラとかがパクりまくって一時は本当にバイカーのパンツっていうのはすごい店舗に置かれてたんですけど、うんうん、まあ、そこからね今完全にビッグシルエットになっちゃってるんで、うん、まあ、まずそんなアイテムね置いてるわけがない、まあね、ビッグシルエットはねバイクに乗るときにちょっと乗りにくいっていう固定概念があるんですよ、うんうんうん、実際乗りにくいですか？いや僕全然普通のワイドのチノパンとかで普通に乗ってますもん、うん、別に乗りにくいとは思ったことない。僕が乗ってたバイクだと多分ワイドは乗りにくいですね。ああ、こうね、それね、はい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 、あれやっぱ足もバックステップで上がったんだ。上がってます。ああ、それは乗りにくいっすよね。まああのバイクはね特殊なので。でも確かに今ここですごく重要なのがバイクに乗ることが第一義なんですよね、はい、バイクのウェアって。だからバイクに乗りやすくないといけない、うん、多分そこはライダーならみんなで、カメラさんもさっき言ったみたいに冬はレザーのダウン着てないと寒いとか、そ季節性とか気候の問題があるんですよね。ここがすごくバイク用品店で売ってるアイテムっていうのは満たしてるものが多いと。今多いんです。多くなってきてる。ただしダサい、うん、し高いっていうのがポイントで、やっぱり僕の周りでバイク乗ってておしゃれだなっていう視聴者の方も含めてですけど、バイク用品店で買ってる服着てないっすもん。みんなそんな辺のカジュアルで売ってるような、例えばセレクトショップで売ってるようなものを組み合わせて、今は下に胸のプロテクターとか してるんで、みんな自衛のために上にアウター着てる人が結構多いですね。自衛のプロテクターとかみんなしてる。いやいや、だから膝も転んだ時のために、うちもねライダーデニム出しますけど、はい、プロテクターが入ってるものを着るように。で鎌田さんが乗ってる時よりどちらかというと安全意識が高いですよね。うーん、まあでもわかります。うん、バイクってやっぱ怖いので乗って。そう、まあ正直言うと過ぎてたって転倒したら意味ないっすけど、ね、まあね、そこだけね CE 規格で守られててもほとんど意味ないし、で僕これバイク用品ってアパレルのみんなね消費者勘違いしてるのが、生地物性で引っ張り引き裂き強度が強いですよっていう具体をしてるんですよ。実際転ぶと関係ないんですよ。そうですね、関係ないじゃないですか。関係ないです。そんなのね、引っ張り引き裂きが強かったって体なんか守れないんで、そこをなんか誤認するように歌ってるメーカーが結構多いんで、うん、うちは一切言ってないんですよ。そう、関係ないんで。だそういうところ、それで物性する。例えばコーデュラが入ってますと。横糸にコーデュラが入ってますと。引っ張り先は確かに強いけど、コーデュラ入ってるからって転んで体守れないですからね。うん、摩擦なんで。そうですね。結局ね、うん、ザザザ、破れちゃいます、ね。そう。だから、そこはね、ライダーの方も、売り工場のための機能なので、ああいうなのはやっぱりちゃんと考えてやった方がいいと思うし、あとその高いけどダサいの一個の理由としてはロゴがめちゃあるじゃないですか。うーん、あんな辺はどう思います？
ロゴロゴロゴみたいな。だから、どこを目指してるんですかね、あの人たちは。ああいうのを着る人たちは。結局、レーサーだと、うん、ロゴ多いじゃないですか。おいおいおい。はい。スポンサーの方が。はいはいはい。だあれに憧れを持ってる人がバイカーで乗ると、ああなっちゃうんじゃないですかね。ああ、なるほどね。ただ、それじゃ、モテないと思います。モテない、そうそう。モテない、モテない。やっぱ、モテるようにするためには、例えば、深地さん乗ってないので、前回のラジオでも深地さん話してもらいましたけど、やっぱり、ライダーもファッションを勉強すべきですよね。まあ、興味を持つ。そうですね。で、うん、先ほどもね、アノさんもお話された通り、うん、そのビッグシルエットの服が、うん、例えばそのバイクによって、別に着用しづらくないっていう、うん、その、なんでしょう、ケースによって違うのであれば、うんうん、例えば簡単にそのバイクの横に、このコーディネートがありますよっていうような、うん、なんでしょう、一つのこのおすすめみたいなものを用意しとくと、うん、お客さんも分かりやすいんじゃないかなと思うんですよ。ああ、だからカマさんがさっき言ったその仕掛けだ。そうですよ。店頭の。そうで僕この前ジュエリーのポップアップ見てたんですけど、はい、写真あるんですけどね、ジュエリーに合うお洋服のスタイルっていうのをポップで載せてるんですよ。うん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 、でこれすごい分かりやすいじゃないですか、うんうんうん、ジュエリーを売りたいんだけど、うん、別にじゃあ、ジュエリーだけだとなかなか付加価値伝わらないから、うんうん、そのためにこういう服を着るんですっていうのを、おすすめしてるんで、うんまあ、バイクもそれ通りやってしまえば、ああこのバイクだったら別にワイドパンツ履いていいんだとか、あ気づくじゃないですか。なるほどね。なると今のなんでしょうね、空気に合った、うん、そのトレンドを取り入れたコーディネートができるとか、うん、っていう気づきが出てくるんで、うんまあ、そういうバイクごとの、もしくはその出かける先の、うん着用シーンを想定した仕掛け、うん、なるほどでやった方がいいんじゃないかな。なるほど。今の話を聞いて。なるほどね。なるほど。うんそれを聞いていかがでしょうか。うん、そもそもだからバイク用品店でバイク屋さんで、うん、そのアパレル VMD っていう概念があるのかなっていうのがそもそもどうなんだろうと思って、はい、うん、ないんじゃないですかねっていうことですよね。だからあんまりファッションを売るつもりはないないない。メーカーによっては普通にアパレル製品出してたりするじゃないですか。するする。例えば川崎とか出てますよね、うんするうんなんで、それはそれで売りたいんであれば、そういう提案があって叱るべきかなとは思うんですよね。うん、なるほどね。なんか、あれじゃないですかね、その昔からいる重鎮のおっさんたちが、うん、なんだ、これやっときゃ売れるんじゃないかぐらいのレベルで、作ってるのが現状なんじゃないですか。うん、そうでしょ多分。で、やっぱ、組織なんで、お勤めされてる方たちなんで、まあ上に言われたらそうするしかないから。そうですよね。まあ本当はやりたいのかもわかんないけど、まあまあ、売り上げ落とさなければいいや。要は前年主義ですよね。作態主義で動くんで、まあ変わらないですよね。ここをね、鎌田さんとね、やりましょう。ドーリー青野でね、売り込み行きますか？売り込み行きましょうよ。VMD 付きで。VMD 付きで。深地さんにも手伝ってもらって、でカセットにして、うん、だって置いていけばいいわけじゃないですか。そう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 。やります？やりましょうやりましょう。ポップアップやりまくる全国回りましょうよ。浜田で3人で。ね車運転するんで僕。はいはいはい。面白いですね。あ面白いな。なんかね新しいね。バイクの YouTube なんですけど、回るのは車なんで、申し訳ございません。バイクには荷物はその乗せれない。あそうですね確かにね確かに。でもひょっとしたらこの浜田で。全国のね、バイクショップさんに、ポップアップでね、行くかもわかんないですよね。行くかもわかんないですよね。うん。ぜひね、僕たちファッション中心にやってるので、もちろんね、賛否あると思います。共感される方もいるし、いやいやもう俺たちはバイクを純粋に楽しみたいんだよと。ファッションなんかどうでもいいよと。いう方は、もうずっと聞かなくていいし、見なくていいです。うちの YouTube は。ファッションに興味のある方。だから、そういう方に一つだけ聞きたいのが、うん。モテたくはないんですかって言うんですよ。出た。モテたくはないんですか。そうですよね。モテたくないんだったらそれでいいですよ。うん。まあ、そんな男はいないでしょ。ちなみに僕、以前行った、その案件で行ったバイク用品店に、まあ、ツーリングイベントの写真が飾られてたんですよ。うんうん、で、前に、その、ライダー女子がこう出てて、うん、そこに群がるおじさんの写真はたくさん見ました。ああ、ほら、モテたいね。モテたい。若い子と喋りたい。そうですよね。じゃあね、このね、ラジオをね、たまたま聞いてくださったね、モテたいなって思う方は、ぜひぜひ、
天満屋のバイクライフ見ていただきたいし、ハマデラーズ見ていただければ、ファッションのお勉強になると思いますので。ということでね、まぁ、今回はね、なんで、おしゃれなライダーは、バイク用品店で服を買わないのか。結論は、買う仕組みになってないよと。ああ、そうですね。いうことですね。それは、買う方も売る方もね。そこをうまく、ローリー青野が、橋渡しをして、鎌田さんと売っていこうと思いますので。はい。じゃあ、今回はこんな感じで。はい。ありがとうございます。それでは皆さん、来週も、聞いてねー！ローリー青野でしたー。はい。はい。